それではお待たせいたしました。ただいまから第2部の基調講演に入らせていただきます。住民主体のまちづくりとローカルイベントと題しまして、サステナブルタウン、萩本直樹先生に講演をいただきます。萩本先生は2016年度に、柏市のまちづくり研修会の講師として、あるいはそして、このまちづくり市民大会の、パネラーとしてもご登壇いただいております。詳しくは資料集の、14ページ上段に詳しい、ご紹介がございます。また講演内容につきましては資料集16ページからの内容になります。それでは萩本先生よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。ご紹介がかかりましたサステナブルタウン代表の萩本直樹と申します。鹿島市にお呼びいただくの4回目でして、大変貴重な機会を大変嬉しく思っております。またベテランの皆様がたくさんここに集まっている中、若干恐縮している気持ちもあるんですけれども、あえてこう外部の目線で街づくりにお役立てできるような、お話をしていきたいなと思っております。全力で準備してまいりましたので、ぜひお聞きいただければ幸いです。まず自己紹介なんですけれども、今やらねばいつできる、わしがやらねば誰がやるというのですけれども、そういった気持ちで、市役所に入庁して、仕事をしておりました。この分野において全国で3度注目をいただいたんですけれども、やっぱりその理由っていうのは、一番は市民の皆様の力だったなって思っています。一緒に学び合って高め合うことができたから、結果として、注目をいただくことができました。本日以外の実績、数に表しますと、このような、数になるんですけれども、やっぱりですね、会話、地域に出て、積極的に課題の把握に努めたりとか、地域だけじゃなくて、広く社会や世界はどうなっているんだろう、そういったアンテナをずっと持っておりました。また、鹿島市役所というわけでもですね、公務員の世界は、年齢、報酬のことが非常に多いです。やっぱりディフェンシブになりがちな部分があるので、でも時代はどんどん良くなっているのに、ずっと同じじゃギャップがどんどん、ね、開いていくじゃないですか。なので全然超越していくような姿勢で僕も望んでました。そして何より市民力っていうものに何より可能性を持って、市民連携対応してまいりました。また公務員しながら、プライベートで副業的な活動で、さまざまな地域でワークショップや講演、あと執筆とか、しておりました。その後、組織委員会、選手村の、職員を経て、サステナブルタウンを創業いたしました。今年、株式会社化して、広く事業展開していきたいなと今思っているところです。ですので、行政として、市民として、あと一個人として、各地域で民間として、支援していった経験がありますので、その中間に立って、物事を調整していくこととか、いろいろな視点で街づくりを進めていくこと、支援していくことを得意としております。お手伝いできる分野は、このような分野がありますが、ぜひですね、ホームページとか、あとノートとか、フェイスブックとかですね、いろいろなところで情報を発信しておりますので、ぜひこうつながれたら嬉しいなと思っております。さて本日のかなりインプロダクションですけれども、タイトルにもあります通り、住民主体の手作り、手作り活動の基盤となるお話と、皆さんたくさんイベントされていると思うんですけれども、連携共同競争のためのお話として、イベントの仕方とかイベントに必要な考え方、そして鹿島市の誇りだと思うんですけども、このコミュニティプラン、公民館を獲得した競争のために、この3つの視点で話していきたいと思います。どれが、ローカルイベントだってとか、そういうわけではなくて、全てのお話がこの3つの視点で、話していくことになります。皆様にちょっと紹介したい考え方があるんですけれども、英語で申し訳ないんですが、テーマスターのバッキューハブランドというスターボールの、スターヨードが言ってたことなんですけれども、あなたが学んできたことを案内しなければならない。で、マフムの反対ってどういう意味かというと、学び黒人って訳されています。
日本で紹介されたのはヘレン・ケラーが言ってた言葉を引用する形で有名になったんですけども、私は大学でたくさんのことを学んだが、その後社会に出てたくさんの経験をしていく中で学び直さなければならなかったっておっしゃってたそうです。その時それを聞いた人は、型通りに編まれたセーターを一本の糸にトップトップして、今の自分に合った形に再構築していくようなことをイメージしたそうです。やっぱり、我々みんなそうだと思うんですけども、自分の考えで凝り固まっている部分があると思うんですが、もちろん構築しながらも、新たな学び、異なる可能性があることに対して、絶えずオープンになり、自分の考えを絶えず更新し続けていく姿勢が、やっぱり地域づくり、街づくり、今は必要だと思います。最初のプログラムですが、課題の捉え方についてご紹介をしていきたいと思います。街づくりの観点から行政が抱える課題のことを行政課題と言っています。行政を中心とした課題ですね。でまあ、ちょっと、とある自治体から引用してきたんですけど、まあ、気持ちはわかります。とても大切なことだと。でも、市民の目線からすると、ちょっとしたもやもやがあると思うんですよね。行政の職員の皆様に、市民は行政課題を解決したいのか、市民とか企業とかと共有できる考えなのかということをちょっと言いたいと思うんですけども、やっぱりそれは違うと思っていて、市民等と共有できる文脈にしていくことが必要だと思います。そこで、生活課題、地域課題、社会課題と、ソーシャルのビジネスでも、街づくりでも、こういった表現が使われているんですけども、これについて改めて伺っていきたいと思います。まず、生活課題ですね。日々の生活を送る上で、様々な領域において解決すべき課題。例えば、生きがいづくりとか、趣味とか、つながりづくりとか、そういったことも、ここの分野に入ってきます。ほとんどの課題が、実は生活課題だと思います。よく言う、地域課題って何なのかっていうと、多くの住民が直面している生活課題、さっきの生活課題ですね。そのうち、一人では解決不可能なもの。地域でみんなで取り組むことによって初めて解決可能となる課題のことを地域課題って言います。そして、地域って何なのかっていうのもとても大事なポイントです。地域っていうと、場合によっては、市役所も、社協さんも、市民も、企業も、大学も、学校もとか、そういった場合もあるし、本当に市民だけの小さい地域だと、本当ケースバイケースなんですけども、誰と連携協働していかないと解決できないのかっていう課題、地域課題の目線でいうと、地域の捉え方、いろいろですので、ケースバイケースで捉えていただきたいです。地域課題のうち、特定の地域に限定される課題と、全国に共通する地域の課題が、例えば、全国に共通するけど、例えば子ども食堂とか、鹿島もあるのかなと思いますけれども、全国的にその子どもの問題があって、各地域で取り組まれています。そういったものを、社会課題というですね、全国的に直面している地域課題、民の地域課題ですね、一つの地域だけで取り組むことでは解決不可能。社会全体で取り組むことによって初めて解決となる課題を社会課題と言っています。ですので、生活課題、地域課題、社会課題は明確につながっています。でこの3つの視点で課題の分析が可能とも言えます。皆様に問いたいのが、地域課題が社会課題だったらどうなのかという視点です。行政の、職員さんの、ミッションとして行政課題と一般の住民の方が日々感じている生活課題の間に地域課題というのがあって、ちょっと矢印がこの上にあるんですけど、ちょっと見えないかもしれないです。で、各地域だけじゃなくて、その地域だけじゃなくて、全国的とか広く社会において共通で課題になっていることを社会課題と言います。ですので、一つの地域の実践が広く社会の他の地域の、役に立ちます。鹿島においては、同時並行で各地区まちづくり委員会さんが活動されているので、地域課題自体を、ね、横で、役に立つ、そういう実践されているんだって役に立つという視点もありますし、全国ではどうなっているんだろうとか、鹿島以外の地域の事例を認知することも可能です。
行政と、一般市民の皆様も一般化して、中して、話してしまいますけれども、行政文化と、各地域の文化、各市民の文化の間に地域文化というものがあったり、話し方とか言語とか、そういったのもあると思いますよね。その間の共通の価値観というものを見出していくことがとても大切だと思います。みんな主体が違えば考え方とか文化とか全然違いますので、その間の価値観を見出していくことが必要になります。皆様に問いたいんですけども、一つの主体、自分の団体、行政だけで地域課題、社会課題を解決することは可能かっていうと、これはもうほとんどできないことだと思います。ただ、たった一つの取り組みでも、社会的なムーブメントを作っていくことは可能です。課題解決への共感と主体的な動きをいかに生み出すかがポイントになります。やっぱりソーシャルな活動、なんかのキーワードとして主体性というのはとても大事だと思います。課題解決への共感のために主体性を育むことが大事です。そのためには、やっぱり言葉の使い方とかにも気をつける必要があるかなと思います。私もそうですが、よく巻き込むって言ってしまうんですけども、自分を中心とした言葉なんですね。相手を中心とした言葉に置き換えるとき、その人が主体性を持って取り組む、動機づけができているかっていう観点で、捉えて、事業を考えることが大事だと思います。また、行動を見直すことが必要だと思います。よく巻き込むって自分のところ、自分のところって思っている人は、逆に自ら、例えば、高校生が参加してくれないっていうんだったら、自分から高校生のところに巻き込まれに、そういった、行動も、ヒントになるかもしれません。学び、活動の権利は主体性にあります。主体性を育むっていうところが、本当に大事だと思います。逆に、巻き込むって、自分中心に巻き込んだ相手の主体性を育むっていうのは、とってもテクニックの言えることです。それこそ、社会教育士、社会教育主事みたいな専門的な、勉強をして、たくさんの実践を積むとかしないと、そのテクニックってなかなか養えないものなんですね。ちなみに私、この社会教育士文科省のプロモーター的なことをしてますので、ぜひ、ウェブで検索していただければ幸いです。難しい話が続いて恐縮ですけども、他に要求課題、必要課題という分け方も、二分類する方法もあります。一般的に人々が学習したいことを要求課題と言います。例えばヨガとか、料理教室とか、英語とか、学習が求められるのは必要課題と言います。例えば防災とかってそういうふうになってしまうかもしれません。ただその、どっちが大事かとかって、バランスをとってやって学びの機会を作っていくことが大事です。また、こういうことを学習するのが必要なんだみたいな、レーザー目線になることはとっても良くないので、避けていくことが大事です。防災のこととかも必要課題、潜在的な要素が強かったわけですけれども、観点1の後は要求課題化した、潜在化したと思います。そういったときに、タイミングを見て、もっともっと事業化していくっていうのも大事かもしれません。この地区のボッチャを例にして今の話を当てはめたいと思いますけれども、やっぱりボッチャって、趣味とか生きがいとか、レクリエーションという、生活課題的な目線でも、とても有効だと思います。さらには、地域課題、しっかりつながり作りだとか、老若男女って書いてあるとか、外国人とか、ちょっと障害があるとか、さまざまな人が、インクルージブに、ユニバーサルデザインのスポーツとして、今、全国展開されてますので、こういった、地域課題的な側面とか、必要課題的な側面とかも、内包されていると思うんですよね。でも、必要課題的に、ボッチャを学んで、ユニバーサルデザインを考えようとかじゃなくて、すごいエントリーしやすい方法で、事業展開されているので、とてもいいなと思って持ってきました。また、各、タロンに訪問して、こういう人が来ないよ、来ないよって言ってるんじゃなくて、自分たちで巻き込まれに行くというか、そういったアプリ地の活動も素晴らしいななんて思いました。今私がお伝えしたことって若干難しいんですけれども、
ども、市民活動団体とか行政とか民間企業とか、そういったいろいろな主体と、共同共創するときに、それぞれの主体がどういう目線でその課題を認識しているのかっていうのが分かるようになります。そうするとすごく連携しやすいと思います。生活課題的な目線で一般住民の方に関すると、企業の方なんて社会課題的目線で見たりすると思います。でも企業の方が一人一人の住民に聞いてみると、そういった生活課題的な、どういう具体的に困っているのか、そういったところにヒントがあったりして、連携共同の接点になりますので、課題の分類っていうのは、なんとなく知っておくと、本当に便利だなって、たくさんの私、活動していく中で思っているところです。また、発達課題、現代的課題っていう分け方、また違う用語もあるんですけども、発達課題っていうのは、人生の各成長段階において必要な、課題ですね。でも、シニア期の時に、地域のデビューが高まってくる。子育て期には、子育て期というような課題があったりします。経済的課題というのは、今取り組まないと未来に ここを残してしまうような課題ということを言います。もうちょっと失礼しますね。地域で人がつながるためには、課題を理解し合うことから始めます。地域社会には多様な主体が行う活動がありますよね。何百何千って様々な活動があるんですけど、その活動って全部課題が起点となっています。で、課題には多様性があって、しかも複雑性も同時に高まっていますよね。地域に蔓延する多様で複雑な課題を地域の主体として行政と市民、住民等でですね、理解し合うことからパートナーシップは始まると思います。単純にイベントをやるっていうところだけじゃなくて、課題を本当に理解し合うかというところが、それ可能な手作りにとても大事なことだと思います。ちょっと行政と市民という形でイラストにしましたけど、一般的に主体が2人、2つあれば強みと苦手ってありますよね。逆もあると思いますし、強みと強みもあるし、苦手と苦手もあると思います。強みと苦手を補い合える関係を相互にですね、作っていく必要性があると思いますし、そのためには違いを認識し合うことが絶対必要です。そうすることによって、強みと強みを生かし合うという関係性が生まれます。苦手と苦手を助け合うという関係性が生まれます。違いを認識するということがとても大事です。そのためには、対話と共同ですね。やっぱり SDGs の中でも17番目のゴールとして、パートナーシップが掲げられています。一番大事だと言われています。やっぱりそういった話し合いとか実際に動いてみるって中で尊重し合ったり学び合ったり高め合えるような関係性になることができることでとても大切だと思います。そのために、その対話って言いましたけど、もっと話し合いですね。話し合いには3つのレベルがあるって言われてまして、議論、対話、会話なんですけども、皆さんがイメージするところと一緒だと思います。私は何を言いたいかというと、会話から関係性を築いて、会話で異なる考え方、しかも共有しながら共通の目的意識を考える。そうすると、具体的にどうしていくかという議論が、より納得のいい形で構造的に進められると思います。逆に言うと、よく行政で、なんとか委員会、公募市民などで、いろんな立場の人が集まっていて、8時では素晴らしいんですけど、そこで本当にいい議論が生まれることって、かなりレアなケースだと思います。それは、お互いの、ことも知らない。で、お互いの価値観も知らない。つまり、会話とか対話を置いて、いきなり議論をしましょうっていう考えなんですよね。その時はそれでいいかもしれないですけど、そばが生まれ、持続可能な形で幕を閉じるためには、やっぱり会話とか対話の必要性って、改めて見直してみる必要があると思います。ということで、皆さんの団体、コミュニティ、職場、いろんなところで、会話とか会話って十分に行われているかなって、まとめて開いてもらったら嬉しいなと思います。話し合いの中で、このスループットっていうところと、アウトカムっていうところを大事にしていくことが、ポイントです。スループットっていうのは話していく中で気づきとか考え方が見直されたとか、そういったものです。アウトカムっていうのは、成果って直訳がありまして、心とか社会にどんな変容があったか、言葉に表せるような、大きな成果だと思います。その先にレガシーというのがありますね。
民間職員とか、コミュニケーションを一緒に考える市民の皆様に、例えば今お伝えしたことをもとに進めていきますと、私の国際協力の講座をやったときに、10人しか講座が生まれませんでした。行政的な視点では、先ほどのアウトプットをですね、実績一括で表されるところで評価する部分が強いので、10人しか参加されない講座というと、評価は良くないんですよね。ですけど、10人で20回ぐらいの話で、展示会を1週間行いました。そしたら1000人来場者が来ました。寄付金が10万円集まりました。そこの数ってすごい大きなものですね。受講者で1000人やってることが多いですし、10人が頑張ったことによって1000人になっている。といった形で、実は最初からこのアウトプットを重視するのであって、アウトカムを重視したことによって、アウトプットがもっと出てくるっていう、経験を何度も何度もしています。ですので、行政の市民の方も地域の成長を目指していると思いますので、数字じゃ測れないことをもっと大事にしていくことで、数字がいっぱいついてきますので、短期的な実績は積めないかもしれないけど、長期的にはそういった成長の仕方がいいかなと思っています。次に目的目標の捉え方を整理していきたいと思います。特にですね、民間の方とか、若い世代が入ってくると、なんかアジェンダとかジャーニーとか、わけわかんないといっぱい言われて、みんなどういうふうに目的とか目標を捉えているのか、混乱する機会があると思うんですけども、日本語ネイティブとしているから、目的と目標で整理するのが一番わかりやすいです。目的の時は、まとですね、ターゲットと表現しました。それに向けて、目標の要はシルエットとして表現しました。目的に向けて、出てくるのが目標になります。また目標はですね、やっていく中でどんどん柔軟にシフトしていっていいと思います。目的をぶらさなければ、どんどん成長段階において目的を新たに設定する、ちょっと違うところに設定するとかというのがとても大事なことだと思います。また、自分たちが、誰と一緒に登っているのかっていうのを明確にしていくことも大事です。あとは逆に関係者ですね、どんな人たちと連携できるのか、どんな人に利害があるのか、そういったことを認識しながら登っていくのが大事です。でこの登り方が、手段ですね。ここがやっぱりコミュニティプランなのかなと思っております。コミュニティプラン、こんなに分厚い冊子で、しても成果が実績が上がってますけれども、自分たちのことだけ登っているわけではなくて、他の地域、他の団体でも同じように目的に向けて登っていると思うんですよね。これを音だと思うと、鹿島の町づくりの山の山頂ではみんな同じ景色を眺めたいはずなんですね。より良い鹿島をみんなで作っていきたいと思っていると思うんです。ということは、目標を他のことを一緒に取り組めるじゃんとか、他の人たちはこういう登り方をしているのか、こういう人たちが登っているのか、そういった大きな山の登りをみんなでしているような意識で取り組めると、もっともっと、連携行動が軽くなるのかなと思います。整理しますと、多様な主体が集まる取り組みでは、目的と目標でシンプルに共通理解をすることが大事かなと思います。次に連携行動共存の形について話していきたいと思います。やっぱり行動とか、昔、市民参加とか、共同とか、今、競争とか、いろいろ言われてるじゃないですか。その理由っていうのが、連携の形が変わってきてるっていうのは、課題が複雑化、行動化しているからなんですね。一つの団体、一つの分野だけで解決できる課題がなくなってきてる。連携共同していくことによって、初めて解決する可能になってきているような、課題の複雑化、行動化、複合化っていうものがあると。そこで、ちょっとご紹介したい考え方が、横文字で申し訳ないんですが、コレクティブインパクトと言われるアメリカのコンサル会社が考えた共同の形なんですけれども、コレクティブって集合的なという意味ですね、のみ成果が訳されました。その逆で、孤立したインパクトという状態が普通のものになります。本当は矢印がありますので、すみません。それぞれの団体が目的に向かって、それぞれが孤立して、それぞれが、特定の社会課題に対して、それぞれのやり方を考え方で、個別に取り組んでいる状態。
対してプロジェクティブインパクトというのは、この複雑な社会課題を解決するために、異なるセクターが重要な当事者が参画して、共通の計画を取り組むこととされていました。社会課題とは共通課題というテーブルがあるので、いろいろな人がそのテーブルに進むことができるんですね。そこで、話し合いということをしっかり大事にすることによって、自分たちの目的よりもっと上位の概念、目的が挙げます。例えば、子育て支援とかしている放課後子ども教室の人とか、学校さんとか、子育て食堂をしている人とか、学習支援しているとか、いろんな子どものためにと思っている人が集まったときに、自分たちの、活動が出れば、理解してきてなかった課題の奥深さとか複雑さというものに、いろんな人たちが集まって立ち会うことによって、理解がもっと高まると思います。でその、このさっき掲げました個別に取り組むというやり方ではなくて、みんなで個別のそれぞれの団体は個別の活動をするんだけど、みんなで大きな目的意識を共有することによって、そしてそこに向けて目標を打ち立てていくことによって、もっとインパクトのある街づくりができるって言っています。そうすることによって、さっき紹介したようなお互いの違いとか強みっていうのが分かってくるんですよね。今、まちづくりとかすると、全員で一つの団体にするとか、解決策をすぐに考えるとか、それを具体化するっていうような話し合いにみんな慣れすぎていると思います。答えを出すことを重視した話し合いっていうのがとっても多いと思います。でも、さっき紹介したプレクティブインパクト的なやり方をしている大田区の事例なんですけども、あえて声を出さないで、結論を急ぐよりも、お互いの考え方を出し合って、理解を深めるということに注力して、みんなそれぞれの活動があって、それぞれ大切なんだから、それぞれでいいじゃんっていう考えがあって、あえてみんなで一つにまとまらない、組織化しないということ。さらには、課題解決。すぐ行きがち、すぐイベントしようとか、なんか事業化しようって行きがちなんですけども、それを急ぐよりも、地域課題の理解を深めるってことを大切にして、話し合いを続けてきたっていう事例があります。このまちづくり委員会の、事例を見ると、この中に、緩やかな協議会って言葉があるんですよね。で会議と協議どう違うのかっていう問いかけなんですけども、会議って皆さんイメージされてるから分かるものと同じだと思う。協議っていうのは一緒にまず相談することなんですね、実は。で、協議っていうものを対話するってことをもっともっと大切にした方がいいと思います。よく集まるとすぐに、事業化とか、どんなにやろうかってなると思うんですけども、本当にその事業を行うことで、その課題はちゃんと解決できるのかという問いを常に持っていると、もっともっと対話が進むかなと思います。普通の会議体ですと、課題解決をしようと思って事業を行うということを目的にしたんですけれども、協議体というのは違う立場、違う視点を持つ他者との対話によって、自分だけでは地域の実態とか課題を十分に理解できていないという気づきが得られる。だから、いろんな違う団体とか、違う分野の人たちと連携共同する必要性が あるんだなって、実体験を持って理解できると思うんですね。そういう可能性を秘めているのが協議会ですね。そのためには、深めるための問いがとっても大事だと思います。さっきから私がお伝えしているのは、なんか問題があって、じゃあどうするのって、この習慣が抜けた議論をしてしまいます。でももっと対応していくことによって問題が何なのかというと、そのうちのどこが本当に問題なのか、なんでそうなっているのか、なんでってことを徹底的に掘り下げる、3番目の Y ということがとても大事です。さらに、こんな事業をしよう、こんなイベントをしようとなった時に、それで本当に課題解決できるのかということを、お互いに何度も確かめ合って事業を組み立てていくというやり方がとても大切だと思います。私もそうですけど、すぐなんか外野に行っちゃうじゃないですか。多分みんな共感していただけると思うんですけども、せっかく地域のみんなが集まっていて、行政の市民の
京さんとか、いろんな分野が集まっているので、2番、3番あたりのことをもうちょっと力を入れてやってみると、今後の事業全体が変わってくるのかなって思います。ぜひですね、皆さん、仕事を立ち止まって、住民主体の町づくりについてなんですけども、町には仕事としてプロフェッショナルとして町を作る人、専門職の行政、市町村と町を生きる人、町を楽しむ人っていう大きく分けると、こういうふうに分かれるかなと思います。で、双方の考え方、を知ることが大事だと思います。さっき強みと強みを生かす、会うためには、違いを知り合うこと、認識し合うことが大切だってお伝えしたことです。で、目指すべき関係性は、それぞれの考えが相手と共鳴し合って調和していくような関係性を目指していけたらいいと思います。で、専門家の視点だと、様々な勉強をしたり、足はどうなっているのかなとか、全国はどうなっているのかなとか、いろんなことをして知っているので、地域にあるといいことが見えちゃってるんですね。答えみたいなものを持っちゃってる。でも生活者の視点からすると、その楽しさ、負担感というものを優先すると思うんですよね。で、今日ここにお集まりいただいている皆さんは、なんかこの中の中間的な存在だとは思ってるんですけども、ここにいらっしゃらない方々、一般的な方ってこういう感覚だと思うんです。で、こういう方がいかに動機づけされて、あ、町でみんなと一緒、みんなとなんか作っていくと楽しいな、有意義だなと思ってもらうためにはどうしたらいいかっていうことが大事です。さっき掲げたこの図の違いと違いを認識し合うのは、やっぱり課題への対し方とか、課題の捉え方、用語文化の進め方とか、いろんな違いがあるじゃないですか。で、よく私行政職員だったんで、行政用語とかめっちゃ使ってると市民の方からは喧嘩が出たりわけわかんない。逆にこう民間の人とかが入ってきて難しいカタカナ言葉とかいっぱい言われるとわけわかんないってよくあると思うんですよね。やっぱり違いを認識しようと思えば、質問し合うとどんどんわかんないよってことをお伝えしないとその人はわからないので、例えばシニアの方と若い方とか、なんか地域に昔から暮らしている人と新しく来た人とか、みんな絶対違うのが当たり前じゃないですか。なので、違いを認識し合うためにどん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 分からないことを質問し合いましょう。そういう関係性がとても大事だなと思います。今まちづくりのキーワードとしてここ10年ぐらい住民主体って言葉がたくさん注目されています。でもよくですね、住民主体で動いてこうなんて住民から言うことは本当にないと思います。すごいレアなケースだと思います。で、逆に行政の職員が住民主体で動いてくださいって丸投げするやり方はとても良くないと思います。そこで共通のスケールになってきますのが、その公務員の世界とかと住民参加の発動って1968年ぐらいに言われた、考え方なんですけれども、それがすごく共通の指標になっていて、市民の方と共有すべきものかなと思って今日紹介させていただきますが、そうすると、住民をですね、行政の枠組みに巻き込むぞみたいな、やり方の、よくなんか町づくりするのでワークショップに開催して市民の意見を聞きました。パブコメやって会話をしまいということはいろんな自治体で多いと思うんですけども、それだけじゃまだまだなんだなということをお伝えしたいと思います。このように8段階、8つの段階がございまして、この下のところですね、昔の1969年のものとエンパブリックの代表広志さんが作った、今もうちょっと分かりやすいものがあるので、ちょっと比較しながら見てもらいたいと思うんですけども、ちょっと委員会に自治会長さんとかが招く形を作るとか、あとホームページで、ちょっと不満とかそういったのを見つけるとか、あとアンケートとかパブコメしましたとか、委員会を設置しましたとか、これも連携協働なんですけれども、やっぱりその枠内とか形式的な協働にとどまっているなということです。あくまで私個人の体験として、ちょっと抽象化したストーリーをお伝えしたいと思うんですけども、さっ
そうですね、8段階があって、またその地域の自治会長とか招いて一緒に考えたいんですって言ったら、まあ、上司の課長さんがいいですね。もっともっと共同のレベルを高めて、いろんな意見をもっともっと広く集めたいんだと。結局役所の方で取捨選択して、政策決定できるんだったら、まあ、聞くのはいいことですよねって認めてくれる。でもさっきの8、5の6から8段階目ぐらい本当の意味の共同ですねをしようとしたときに、やっぱり止めてくる上司の方がたくさんいました。自民と一緒にできるのが不安になっちゃう、ディフェンシブになっちゃうっていう人はいっぱいいます。その気持ちも私はよく分かります。さっきこの図をお伝えしました。共同とかしなきゃって思っている人は、大体こういうことを大切にしている子だと思うんですけども、一般的には、やっぱり大企業もそうですけども、その数字とか何を生み出したか、アウトプットを大切にするっていうのが、まあ、役所の文化であると思います。なので、いろんな気づきが大事なんですとか、社会の変容とか地域の変化とかそういったのが街づくりにつながるんですとかって言っても、やっぱりその数字とか実績とかが大事なんですよみたいなふうに、ないと言われることもあります。これは住民の方、ぜひですね、この役所の中でこういった、文化もやっぱり鹿島だって言ってるわけじゃなくてあるっていうのも認識した上、市の職員と対してみると、もっと見えてくるものがあると思うんですね。で、参加者数はどれぐらいいるのか、なんとか自治会長さんは参加いただけたのかとか、こっちの予定通りに進められたのかとか、そして課題解決は何なんだとか言われると、やっぱりこうやる気持った、職員の方はちょっとどのっちゃうっていうのは、私の、公務員の中でもこういった経験している人がたくさんいます。で、そうするとやっぱり主体的な住民の参画なんて難しいって言ったじゃないですか。多様な立場が集まると本当に難しいんです。次回はこちらの結論につながるよう、もっと押してくださいとか、あるじゃないですか。で、やっぱりこれに、できなくて、でも話し合うことが本当に大事なんだ、そこから始まるんだって思っている職員はいっぱいいると思うんです。で、今もめちゃくちゃ誇張しましたけど、何が正しくて何が間違っているのか、ということを皆さん考えてもらいたいと思うんですけども、主体的な住民の参加ってとっても難しいというのがあっていると思いますし、多様な人が集まったときにそれをうまく運営していくのはとっても難しいと思います。これはもう事実なんです。なので、鹿島市のコミュニティプランってものすごい大きな成果であり、レガシーであり、誇るものだと思います。こういった難しい過程が普通だったら普通の役所にはあるんです。それを住民の皆さんと一緒に共同してこれを作り上げた、それを運営する、さらにそれを評価する、また作り上げていく、そういった過程をしていく、まさにさっきの住民さんのはしごでいうと、この上のですね、6、7、8段階目の活動を鹿島市の人たちはさまざまな立場を乗り越えてされているということです。やっぱりですね、この創発的な共同ですね、お互いパートナーとして、住民主体の、運営に、任せたり、一緒に行政が横から下から支えたりとか、そういった関係性ができているということは素晴らしいことだと思います。いろんな自治体の支援しておりますけれども、鹿島市って私の中で一つモデル、みんなに教え、いろんな場面で鹿島市ってなんだよってお伝えしています。そのぐらい誇らしいものとしてコミュニティプランや鹿島市役所、鹿島市民の関係性というものを、もっともっとこう誇りにして自慢に語っていただけたらいいなと思います。ですので創発的な共同ですね、調和してお互いにこうどうしたらいいんじゃないか、あしたらいいんじゃないかってい そういう話し合いが大事にされた結果、そういった関係性が現在含まれているんだと思います。昭和50年代に、各地区に公民館が設置された、そこできっといろいろな、課題を乗り越えていっぱい対話して今の現代の鹿島が築かれているんだと思います。本当に創発的な共同だなと思っております。12歳
何なのかというと、まあ、行政要望ですよね、どっちかというと。町の主人公が自分が自ら決めて自分で動く。その自ら決める行動に、専門職、企業さんとか行政とか、まあ、その専門職の人がどう関わるかというのはとてもポイントです。町づくりをしていく上で、専門職の関わり方、3つ紹介します。コンプライアンス型といいまして、これが必要なんで、これをやってくださいみたいな。まあ、ダンスに例えますと、You must unlearn、You must dance with me、私と踊らなきゃいけないんだよっていう表現をちょっとしたくないと思いますけども、そうすると、なんか従順な人は、はい、かしこまりましたっていうのは一緒に頑張りましたらやりましょう。でも、そんな上から目線で言われても、本当にムカつくだけだし、何様なのっていう人も当然いるわけですよね。次にアドヒアランス型って言って、英語にすると、エブリワン、レッツダンスみたいな感じで、乗り気にさせてみんなでやってこうみたいな、そういう専門職のコミュニケーションの仕方。まあ、場合によって、とても有効になる場面も多いと思うんです。あ、そうだな、そうやって片手しかかけてくれて、一緒にやってこう、楽しいなっていう場合もあるし、そんな乗り気にさせようとしても、私は乗らないからねっていう人も、市民の方に多くいらっしゃると思います。で、専門職の行政とか社協さんの立場で大事なコミュニケーションの方っていうのは、コンコーダンス型って言われていて、情報とか目的とかをしっかり共有して、する、しないも含めて住民が決める。しない権利も当然になるよっていうことです。決めるために、情報を知る権利に与える義務があって、住民が自ら決めて、自ら動く。それをパートナーシップで共同意思決定していくっていうやり方がコンコーダンスって言われています。どのようにお互いに向き合っていけるのかっていうことを常に問い続ける姿勢として専門職の人が考えてもらえたらいいかなと思います。なのでダンスに例えばシャルビーコンコーダンスかなんかなって思ってます。ちなみにコンコーダンスって言葉はダンスっていう意味ではなくて、これで一つの言葉。で、相互理解が進んだってよく行政の中で言うことがあるんですけども、場合によって説得しちゃっている場面があるんですよね。さっき の, 共同意思決定していく中でコンコーダンス型で話していったら、説得と相互理解は全然違うものなんだなって分かると思うんですよね。なので、住民の方に対して自分何ができるのかを考える機会をどんどん提供していくことが大事だと。そして住民自らの判断で決定する機会を設けていくことが大切です。住民の決定を尊重して両者の合意を確認し、そしてそれで終わらせない、しっかりその状況変化を共有したり、一緒に運営したり評価したり、また新たな合意を更新したりとか、そういったところまで共同意思決定していくことが大事です。それをコミュニティアズパートナーモデルって言います。福祉の分野の人は知っている人もいるかもしれません。ただ、事実として多くの専門職ではコミュニティをクライアントだと思っています。私も市役所に入ったとき、まあ、お客様なんだ、クライアントなんだと教わりました。確かに市役所職員にとって市民の皆さんはクライアントです。ですけど、パートナーなんだっていう住民の可能性とか一緒に町を作っていくパートナーなんだっていう意識を持った上でクライアントとして住民を支えていくっていう仕事ができている人ってそこまで多くないと思うんですよね。なのでコミュニティアズパートナー、パートナーとして住民と一緒に町を作っていくっていう考え方がとても大切だと思います。そのコミュニティアズパートナーモデルの説明なんですけども、専門職と住民で、地域全体を包括的な視点で捉えて分析したり介入したり、そしてそれだけで終わらせないで評価をしていく、どんどんこうよく PDCA をこうサイクル回していくとかって言うじゃないですか。そういう実践を絶えずしていくことをコミュニティアズパートナーモデルって言います。つまり、その実践したり、強化したり、また計画作りしたりっていう中で、地域をエンパワーしていくっていうことをパートナーとしてやっていくんだ、っていうことが大切です。よく、地域の
なんだろう、この市役所職員のちょっと明確的な話ですけども、あんまり住民のこと知らないで、住民はとか、地域はとかって、抽象化して理解する人もいると思うので、ちょっと、事例なんですけども、こういった例えば住民の方がいたとするじゃないですか。で、このおじさんにちょっと焦点って考えてみたいと思うんですけども、この人は木村自治会長さんという目線でしか見られてない人。でも、もっともっと聞いてみると、実は上場企業の部長職を務めた人で、そういったこう人をこう一緒にマネジメントしていくことにすごい長けてる人だったとか、実は民生委員さんの奥さんだったとか、で今のなんか役所の事業にあまり満足してなくて、もっと格好がつく新しいことをしたいんだとか、まあ、いろんな可能性があるとか、よくあるじゃないですか。で、単純に会長としだけ見るのか、それとも、この人の個性とか、持っているつながりだとか、技能とか、人生の経験とか、そういったものとして、なんかこんなチャーミングな、キムタクなんて呼んでね、みたいなおっちゃんだったってことを、一人一人の職員が、住民の解像度を上げて理解できているかってことがポイントだと思います。やっぱりその住民はとか地域はとかっていうふうに抽象的に捉えて話しがちなんですけど、本当に地域とか市民を知るっていうのは、この奥の可能性までしっかり知り合うことだと思います。で、これは逆もそうなんです。例えば、市長さんとか、課長さんとか、何々さんとかって、市役所の人ってそのポジションで見ちゃいますけれども、その人が一体どんなことを考えて、どんな思いを持って町づくりに取り組んでいるのかってことを、もっともっと市の職員さんと対話すると、もっとこんな可能性があるんだな、しっかりこう山を一緒に登っていけるパートナーなんだなってことが実感できると思いますので、やっぱり対話って大事だと思います。オリンピック・パラリンピック、集まったの全国の中でも、ものすごく取り組まれた自治体の一つだと思います。その中で、多様性と調和っていうのが、大会の、ね、目標になってましたけど、D&I って言いますね。多様性を認め合うのは、とっても当たり前の時代で、これからは多様性を生かし合う時代だっていうのが、オリパラで大きく定着しました。で、このダイバーシティ&インクルージョン、多様性と調和っていうのはどういうものかっていうと、3段階のわけで説明しますか。すみません。グレーのマークがたくさん入っているんですけども、多様性をこう分離したっていう段階ですね。で、多様性はちょっと分かれてないのか。ここにグレーのマークがいっぱいあるんですけども、高齢人種とかで、なんか障害者の人が 3% 雇用しなきゃいけないのがあるんじゃないか。という形で、形状を受け入れた段階。でも、D&I というのは組織の中にもっと入っていて、違いとか強みを生かし合うことができるコミュニティのことを D&I って言います。で、ちょっと身近な例で例えてみたいと思うんですけども、魚とか一つ一つって個性じゃないですか。それを、D&I、多様性との調和していくと、海鮮丼になって、こうハーモニーになって、すごい美味しく食べれるじゃないですか。まあ野菜とサラダの関係性とかもそうですよね。そのぐらいの感覚で捉えてもらいたいんですけど、なんでその多様性を生かし合うことが大事かって言われるかというと、価値を想像していくため、新たな価値を作っていくために多様性こそ必要なんだっていうふうに言われています。やっぱり同質的な人、自分が100人いても、同じようなアーティストが出ないじゃないですか。100人みんな違う経験とか考えを持ってる。国に考えたらもっと素敵なアイディア、イノベーションが生まれると思います。なので、D&I で大切だよって言われています。さっきの図の続きです。もっともっと進んだ D&I があるんですけども、さっき自治会長さんの方で紹介しましたけども、何々さんって感じで、独占に縛られず、個人でと捉えて、個人の可能性をしっかり見出すことも大切です。で外見的なことだけじゃなくて、内面的な個性、多様性をしっかり理解し合ったりすると、より活発なイノベーションが生まれると思います。また、組織の中だけじゃなくて、他の組織の多様性も活かし合うことがとっても大事だと思います。それから、DX とかですね、AI の活用なども D&I の一つだと思います。よく、
ソーシャルな活動をしていると、こういった言葉やったらみんな大事にしますね。絶対共感してくれると思うんですけどね。ちょっと切りないんですけど、こういった大切な言葉っていっぱいあるじゃないですか。それをちょっと解像度を低くしていくと、大体こういった感じが使われてませんか。で、私が、ちょっとある CM にかこつけてお伝えしたいのが、そこに愛はあるのかっていうことで、やっぱり、学びあったり、お互いに尊重し合ったり、高め合ったりっていう愛がないと、なかなか街づくりが成立しないんですよね。一方通行になって、本当に愛っていうものを育むこと、つまりコーディネートってお互い様の関係づくりだって言われていて、単純につながるだけじゃない。さっき紹介したように多様性の生かし合えるような関係性を、作るためには、やっぱりそこにこう愛っていうものがないと、成立しないと思います。で、そういった関係性、住民主体を育むためには、やっぱり学び合うということ、それこそ社会教育ですね。すべての活動って学びが絶対あると思います。なので、ほとんどの活動は社会教育なんですね。なので、職員と住民と学び合ったりとか、住民同士もそれぞれ違うので学び合ったり、上司と部下、他の課と他の課も学び合ったりとかですね、そういったものがとても大事になってきます。で、なんで住民主体が重要視されているかというと、町を生きる人と町を作る人と言われましたけれども、もともと町を生きる人がみんなそういった機能を持ってたんです。的な機能でも、近代化に伴って市役所に外部化していったという経緯があります。だけど今課題がどんどん複雑化、高度化していて、行政だけでは限界があります。地域の目線がとても大事になります。また早期に発見して課題を予防していくということも大事です。リアクションで対応していったら限界があるので、プロアクションで課題を未然に予防していくという活動も必要になってきます。だから、町を生きる人の力が必要なんです。でも、住民の立場としても、家庭とか地域の中だけで助け合ったりとかし合うことは難しいじゃないですか。つまり、その職も家庭も地域もかなりこう対応できなくなっていっているという現状があると思います。ですので、それぞれの限界を認識した上で、改めて地域の助け合い、支え合い、住民の協力による活動の意味を見直すということが必要です。つまり町を生きる人を支える仮想的な仕組みを再構成していく必要があって、それこそ町づくり委員会、コミュニティプランだなと思います。素晴らしい仕組みです。その仕組みも踏まえて、専門職と住民の連携の形に変化していかなければ、様々な場面で課題が立ち行かなくなると思います。これからどんどんそうなっていくと思いますので、住民主体の期待というものが高まっていく。なんかその住民主体って嫌な言葉だなって思うかもしれないけど、こういう明るいイメージで、双方が共有してもらえればいいと思います。私はエンパブリックっていう会社でも、そういった住民主体のことをお伝えしてますので、よかったら検索してみてください。それから、ローカルイベント皆さんたくさんやってると思うんですけども、ちょっとしたポイントをお伝えします。皆さん新しい参加者がいるときに、納得のタイミングで絶対違いますので、毎回の場でしっかり目的を伝え続けるということがとっても重要です。それから会場作りはとっても工夫した方がいいと思います。染み込んであっている雰囲気とかってありますので、例えば、これ NG な例ですけれども、見づらいじゃないですか。これを、例えばこういうふうにしたらいいっていうふうな場合もあるんですけど、背を向けちゃうのに見づらい。省略しますね。正しいやり方というのは、ここに立ったときに中央にこう角度をつけて配置すると、ワークショップとかみんなでの対話ってしやすいんですよね。なんかそういったちょっとした工夫って、かなり雰囲気に左右させますので、大事だと思います。あと、BGM をつけたりとかですね。新しい人の視点に立って会場作りというのを工夫すると、とてもいいと思います。入り口を全開にして、来やすい雰囲気を作る。片付けをしたりとか工夫できることいっぱいあると思います。だから場作りってとても難しいんですよ。イベントって難しいんですよ。なので一気にイベントとかをしないということで、
まあ、その場を作るための場を作るって表現したんですけど、イベントをするための一回場を作ってみた方がいいっていう提案です。で、みんなで準備してすぐ食事をスタートっていうのはとっても多いと思うんですけど、その間に、どういうふうに事業をやっていけばいいかっていう場を作ると、イベント、これがですね、もっともっと機能します。ぜひですね、この、めんどくさいかもしれないですけど、このワンポイントを入れるだけで、かなり劇的に変わってくると思います。さらになんですけど、場を作るための場を作るための場もしっかり大事にした方がいいと思います。そこにこそ、実は学びが多くあったりします。また、依頼して集まってもらうというやり方ってあんまりよろしくなくって、このソーシャルな、その自主性が原則だって言ったじゃないですか。なので、自分から参加してもらえるような形の案内をしていくっていう方が大事だと思います。なかなか主体性ない参加者に主体性を持ってもらうと、とても難しいテクニックがいうことなんですね。あとは、魚を与えるだけの事業をしない。魚を釣れるような、釣ることができるような人になってもらうような事業をしていくと、まちづくりもっとサステナブルに励めると思います。あとは、若い世代、自分の課に若い人が入ってくれないんだよっていう課題もあると思うんですけども、あえて無理に一つにならないで、連携できるやり方を探していくっていうのも一つポイントだと思います。それぞれのやり方っていうのはそれぞれありますので、無理に融合し、するということに注力しない方がいいかなと思います。これからの時代、資金活動のやり方って本当に多様化しているんですね、各地域で。なので、小さな関わり、出番とか役割とかっていうものをちょっとずつ作ってあげると、例えば保護者の方でチラシ作りが得意だわとか、ちょっとした作業だったら手伝うわとかっていう人もいると思うので、ベテランの皆さんは出番役割をどんどん作ってあげた方がいいかなと思います。あとは活動になっちゃいがちっていうのがよくあるんですけども、学びも並行してやっていかないといけないと思います。そうしないと成長しないと思います。さらには、活動と学びだけじゃなくて、対話の場っていうものも分けて、実用化した方がいいと思います。そうすることで、学びと対話と活動が相乗効果を生んで地域づくりできるようになります。対話の場っていうものもぜひ企画してみていただきたいなと思います。あとは、情報発信ですね。皆さん一つ一つ素晴らしいことをされているので、6万数千人の鹿島市民の皆さんにどんどん知ってもらうために、情報発信を本当に癖づけた方がいいかなと思います。今日の会場に集まっている皆さんもどんどん写真撮ってもらって、こんな大会に参加したよ、これ大事だよとかっていうのを拡散してもらっていいと思いますし、自慢するぐらいの勢いでやったらいいんじゃないかなと思います。あとは従来延長で見ていくんじゃなくて、バックテストして見ていくことも大事だと思います。まあ、すみません。ちょっと色が薄くて見えてもいいんですけども、普通、こう、フォーキャスティングって、自分の方がこう考えてるんですけど、望ましい未来の姿から、それを起点に逆にって考えていくようなやり方をすると、とてもいいと思います。ですので、次のコミュニティプラン、作るときに、望ましい未来の姿、たくさん掲げられていますけど、それをしっかり見直すことがとても大事だと思います。これがバックスにあります。あとは、多様性をしっかり見方にすると、地域ではフラットな関係づくりをすることが大事だと思いますので、なんか言葉の使い方とか、その若い世代が気にする人もいっぱいいますので、バリがないとは思うんですけども、言葉の使い方とかもとても大事かなと思いますし、あとビジネスの世界では若い人にアドバイスを求めるというのはすごい流行ってるんですよね。なので、街づくりも参加してない若い世代にちょっと意見を求めるとかも大事だと思います。それから、振り返りしていくことがとっても大事です。皆さんの活動にどんな意味があったのか、どんな学びがあったのかということをしっかり話し合うことが大事だと思います。よく振り返りの方法ってこういうのがあるんですけれども、良かったこと、できなかったことを考えて、次に向けての、方向性とかを考えていくことがとても大事だなと思います。あとは、せっかくたくさんの地域で一緒に取り組んでいるので、競い合ったり学び合ったりするような関係性、そして、このストーリーをどんどん自慢し合って、町のレガシーにしていければいいんじゃないかなと思います。あとは、一つの村
組や一つの課題、一つの主体、一つの活動で、一つだけで見るっていうのをやられた方がいいと思います。統合思考っていうんですけれども、そういう、例えばですね、SDGs の、一つだけ見るんじゃなくて、17個全部で見るんですね。今、一番重要な考え方でサステナビリティってあると思うんですけれども、将来のことを考えて、今の選択をする考え方で、人類と地球のことを考えて、環境、社会、経済のことを統合的に見る見方がサステナビリティですね。で、その3つを、環境、社会、経済を、統合的に考えて採用の選択をしていくということがサステナビリティで、そのための、一番わかりやすいのが SDGs になるわけです。SDGs のリンクあるじゃないですか。これで考えるとよろしいかなと思って、いろんな課題が連なっているんだよということが、このリンクで表されています。このリンクを虫眼鏡のように使って、自分の活動、一つの活動に対して、いろんな視点があるねということを、理解し合えると、もっともっと可能性が高まると思います。例えば環境活動をしている人が SDGs の任務で見るとあもっと福祉の意味とか再教育の視点とかあったんだなそうすると他の人も一緒にできるじゃんとかそういった視点になれますそれが SDGs のいいところだなと思っていますそしてコミュニティプランも同様だと思いますコミュニティプランもたくさんの視点で書かれていますので一つの活動に対してコミュニティプランのいろんな目標とかに照らし合っててどういう意味があるんだろうってことをかなり深掘っていくと、自分たちが考えている意義よりも、もっともっとそんな大きな意義が、この活動にはあるじゃんって絶対気づけると思いますので、コミュニティプランとか SDGs をレンズのようにして、活動とかを見直してみると思います。あともう一個は、地域の6つの資本と言われているんですけども、その財務資本とか社会関係資本と言われる、この3つの資本で地域を見直してみるといいと思います。これもレンズのように使えるものです。そういった形でコミュニティプランとか SDGs とかを使っていけるとより良いかと思います。皆さんが感じている地域の差って生かし方がないと価値にならないと思うんですよね。そこは欠点をどんどん作っていきましょう。ということでまとめになりますけれども、やっぱりですね、この町っていうのは過去の先人たちからの贈り物だけじゃなくて未来の子供確かに憧れ者として今の世代我々生きているんじゃないかなと思います。で何度も今日強調しましたけど、話し合うことから変化って必ず始まると思います。また、講演会とか講座の役割って学びの100歳から主体へと言われています。皆さんが様々な授業を展開する中で、100歳として来てもらった人を主体にどんどん転じてあげられるような主体的な参加を促すプログラムをどんどん企画して、これからいろいろ実践していただきたいなと思います。今日ですね、皆さん一人一人私たちにできることを感じていただければ幸いです。一人一人が鹿島を生きる先に街を咲く、育んでいきましょう。みんなで一緒にパートナーとして、私からの話を終わりにさせていただきます。1時間どうもありがとうございました。